何かと話題が絶えない秋篠宮家の紀子様なんですけども、今回はですね、さらにまた一つ悩みが増えたというねお話が上がりましたので、ご紹介しようかなと思いました。これがですね、実の弟さんの動向だということなんですよ。ある記事によりますと、紀子様の実弟であります東京農大准教授の川島修さん、その方がですね、2022年ランジェリーブランドを経営されている、ナオさんという方と再婚されたそうなんですね。そしてそのナオさんが5月の9日に公開されたネットメディアのインタビューで不妊治療の経験を語られたというんですよ。で、皇族の親族でありながら不妊治療という極めてセンシティブな内容を赤裸々に明かしたものは、これはちょっといかがなものかと、そのように紀子様は考えていらっしゃると。これが週刊誌がね報道されてるんですけども、宮内庁皇室内でも賛否両論があると、そのようにもね報じられてるんですね。で、また紀子様の弟であるがゆえに、自身の妻までもが取り沙汰されている状況に何を思うのか、周さんに電話取材してその胸の内を聞いたということなんですよね。皇族の親戚はプライベートなことを公にしない方がいいという声についてはどうお考えですかという質問をね投げかけたんですよ。そうしたところ、あくまで一般論としてですが、不妊治療などの生殖医療と言われるものをタブー視するのではなく、広く扱われるようにならなければいけないと考えております。話せない世の中ではなくて、話せる世の中であるべきだと思いますと、結構開放的な考えの方なんですね。で、この川島さんの考えに対してですね、宮内庁から意見されることはありますかという、質問もあったんですね。それに対しては、これはちょっと非常にお答えしづらいですね。基本的には私たちは私たちの考えで動いているということですと。で、またですね、ご夫婦で話し合った上で奈緒さんはメッセージを発信しているんですかと。これに対しては、私も理解していますよ。不妊治療と向き合っている方をエンカレッジするという形であればと。エンカレッジというのはちなみにですね、励ますとか元気づける、勇気づけるという意味だそうです。そんな、周さんは、紀子様の弟ということもあってか、いろんな声があることは、理解していると。その上で周さんなりに皇族の親族としてのあり方をいろいろとね考えているというお話のようですよね。確かにね、自分の人生までもが、紀子様がお姉さんということだけであって、左右されてしまうという、そこはちょっとね、人にそれぞれあると思いますけども、上に習えという感じなのか、それとも冗談じゃないよと、これは俺の人生を歩んでいくんだという考えの方も中にはいらっしゃると思いますけどもね、相当に締め付けが大きいんじゃないかななんてふうにもね思われますよね。だから弟さんの方にも直に紀子様からね、ちょっとやめてよみたいな、そんな話も言ったかもしれないというのもありますよね。その辺は定かではないですけどもね、そんな紀子様の実のお父様であります川島達彦氏、この方が実はもう2021年にお亡くなりになってるんですね。で、お父様はですね、学習院大学の名誉教授川島達彦さんなんですけども、2021年11月4日81歳で、お亡くなりになったということでしたね。関係者によるところ、川島さん、10月19日病院で緊急入院されまして、紀子様やお子様方がたびたびお見舞いをされてきたそうです。で、その11月4日には紀子様、眞子さん、佳子様が病院に駆けつけられたということでした。この方はですね、1964年ですけども、東京大学経済学部を卒業されまして、1971年アメリカのペンシルベニア大大学院の博士課程を修了。1976年から2011年まで学習院大経済学部教授を務めました。1997年からは学生らをタイ北部の山岳地帯に引率し、上下水道整備のボランティア活動などを行っていたと。そしてまた紀子様は川島さんのご長女で、1990年に秋篠宮様と結婚された当時、家族で学習院大学校内の教職員用住宅に住んでいたことから 3LDK のプリンセスとも呼ばれていたというね、今懐かしい感じがしてますけどもね。で、川島さんはですね、2006年の悠仁さまの誕生に際して妻の和代さんとともに文章を公表されているんですね。古代中国の詩の一節を引用されまして、清流に挑みて詩を伏すという詩なんですけども、心に重なる感慨を覚えます、
お健やかなご成長を慎んでお祈り申し上げますと祝福をしたということですね。内容を見ますと、しっかり東京大経済学部を卒業されているということになってますけどもね、どこからそういうなんかデマ情報なのか、いろんなねお話が上がってくるのかなっていうのがね気になりますよね。まあでも紀子さま本当にね悩みが多いなという感じがいたしますよね。まあ、これはまあ言う人が言えば自分が蒔いた種だろうみたいなね、そんな言い方もされるのかもしれないですけども、まあ、そこはね普通に考えると、や一人の人間がね周りからいろいろ言われてしまうという、確かに自分のせいでもあるのかもしれないけども、そこはやはりなんとか秋篠宮家を盛り立てていきたいという思いが強いから、まあきっとねそのようになるんだろうけども、いやそれにしてもですよ、後から湧いてくるなという感じがねいたしますよね。悠仁様のね進学問題、佳子様の結婚問題、そして小室圭さんと眞子さんのね今現在のお話みたいな、今後どうなるか分かんないみたいな、そんなお話も上がってましたよね。そこに来てまたここで実の弟さんがその関係がみたいなね、ここまで言っちゃうともう本当にキリがないなという感じがしますけどもね。紀子さん的にはまあそうやって頑張ってるつもりかもしれないですけど、周りから見たらねやはりちょっとやりすぎな部分もあるんじゃないのかなという感じがするんですよね。まあ、頑張ってる気持ちは分かりますけども、それがちょっと周りに伝わってないという、やはり内面からの笑顔というのがね絶対に必要だと思うんですよ。そこはね雅子皇后をね見習ってほしいなという感じがいたしますけどもね。そうすれば徐々にだと思うんですけども、雅子皇后と紀子様との世間での印象というのがこのだんだん縮まってくるんじゃないかなと思うんですけどもね。どうでしょうかね、難しいかなとは思いますけどもね。でもそこはなんとかしていかないとね、いつまで経ってもって感じになりますよ。でしかも秋篠宮家はもうずっとそういう風にね見られているので、今更何をしてももう小手先のことをしてもねどうにもならないという感じじゃないでしょうかね。だからいろいろと国民の方々が知りたい部分というのをもう先頭立ってね紀子さまがつまびらかにしていけば、ちょっとはね印象が変わってくるんじゃないかなと思いますよね。今回はですね、まあ、紀子さまの振動がまたさらにという感じがねお話がありましたのでご紹介いたしました。ぜひね、まあ、頑張っていただきたいかなというふうに思っております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。